H&KG3 は、ドイツの銃器メーカー、H&K 社によって開発され、1964年から1996年まで、ドイツ連邦軍に正式採用されていた自動小銃である。G3 とはドイツ語で、ゲベール3-3号小銃の位。アサルトライフルに分類される自動火器で、標準モデルの使用弾は 7.62X51mm ナトウ弾。 相談数は20発。性能や実績への評価は高く、傑作ライフルと評されるほか、世代の近い AK-47M16 フルと合わせて4大アサルトライフルと呼ばれることもある。なお、ドイツのほか、ポルトガル、ギリシャ、デンマーク、ノルウェー、トルコや中東、アフリカ諸国など40カ国以上で採用されている。また、ミャンマーやイランでは、 ライセンス生産が行われ、特に、ミャンマーでは、BA シリーズとして国産化された。STG45 本銃の起源は、第二次世界大戦末期に、モーゼル社が設計した、機材06まで遡ることができる。これは、中間弾薬を使用し、MG42 と同じローラーロック式、小トリコイル機構を採用した突撃銃であった。 これを元にガスピストンを省いて、反動利用式とした改良型である機材06は、STG45 として、ドイツ国防軍に採用されたものの、量産が前に終戦を迎えた。連合軍軍世機、モーゼル社はフランスに接収され、工場は、フランス軍向けの重機製作に使われた後に爆破、機械類はフランスに持ち去られた。 同社で STG45 の開発に携わっていたルートビヒ、フォルグリムラーとテオドール・レフラーは、まず、フランス東部のミュルーズ兵器研究所に移り、STG45 を元にした小銃を開発したものの、第一次インドシナ戦争の勃発とともに、フランス軍が新型小銃の作用計画自体を撤回したことから、1950年には、スペインのセトミーに転職して、 開発を継続した。まずは特殊な軽量構造の瀬戸見弾薬を使用する試案が設計され、1952年、この瀬戸目モデル2がベースとして採択されて開発が継続されることになった。独自の単焦弾というコンセプトは結局受け入れられず、後に西ドイツの H&K 社との協力のもと7.62 X51mm ルナ t o 弾の幻想弾を使用するセトメモデル A、続いて上層薬を使用するモデル B が開発された。1958年、スペインはこのナト t 弾を使用するモデル58セトメ小銃を正式採用した。一方、西ドイツも早くからセトメ小銃に着目していたものの、 NATO 団に対応した設計変更に時間がかかっていたため、まず1956年、ベルギーの FN フルが G1 として採用された。しかしベルギーは、西ドイツ国内でのライセンス生産を拒否したことから、セトメ小銃の設計変更と国産化が急がれることになった。セトメモデル B をもとに、H、H&K 社が MD3 を開発し、1959年1月、 ドイツ連邦軍はこれを G3 として正式化した。G3 は H&K 社とラインメタル社で製造された。作動メカニズムにはローラーロッキングによるディレイドブローバック方式を採用している。操作上の難点として断層交換の手間の多さがある。G41、MP5、10、MP5、40を除いてホールドオープン機構は持たない。そのため、 これら以外のモデルではまず左手でボルトハンドルを引いてレール交換上部の溝に引っ掛けて遊程を交代位置で保持させ断層を交換しボルトハンドルを溝から叩き落として遊程を前進させるという手順を踏まなくてはならないこの手間を省くために遊程を交代させないままで断層交換することは前進している遊程やその付近に負担がかかり 損傷する恐れがあるため進められていない。そのため、G3 系列を打つときには、弾切れ時に素早く、ボルトハンドルを引ける。要、ボルトハンドルに、左手親指を乗せて構えるという射撃姿勢が取られる。また、ボルトハンドルを起こして、引くのに必要な力が大きく、操作性に難があるとされることがある。ボルトハンドルを引く際には、 ボルトキャリアが直接引かれるために、ローラーの遅延機構は、射撃時のようには働かないものの、他にロッキングレバーと呼ばれる、強いバネ作用を持った部品が、ボルトヘッドとボルトキャリアを繋いでおり、この繋がりを引き離して、初めてローラーが引き込まれ、ボルトヘッドが交代できるようになる。ここに余分な力を要するのである。アッパーレシーバーに、特殊なブッシングを溶接し、それによって、 重心を固定しているという構造上、重心交換には専用の設備を要する。機関銃タイプである HK21 と HK23 は MG42 に近い重心交換機構を持つ。自延式ブローバックの作動中に薬莢が薬室の内面に張り付いて固着することを防ぐために、薬室には後半の約3分の1を除いて、 重心の軸線に平行な溝が多数刻まれている。発射の際に高温、高圧の火薬燃焼ガスは薬莢を内側から加圧して膨張させようとするが、薬莢先端から薬室の溝に導かれた燃焼ガスの一部が薬莢の外周にも作用して薬莢の内外で圧力が拮抗する。結果として薬莢の膨張は 溝がない薬室後半部分だけで起きることになる。しかし射撃を繰り返すと大量のカーボンが薬室の溝辺に付着してしまうため念入りに清掃する必要がある。このカーボンは断層にも付着する。排出された空薬莢も前半部分に多数の溝が刻まれたようになる。G3 は中剣を重心の下側ではなく上側に装着する方式をとっており、 自動小銃としては珍しい方式である。中堅は、ツバと一体となっている装着リングを重心先端の小塩基部に通し、ガラータ端の突起を、小正のもと、コッキングチューブ先端部に差し込むことによって固定される。このように、コッキングチューブ先端とボルトハンドルの間には、ある程度の空間があり、後にはこの部分に挿入式に装着できる、レーザーポインターも、 オプションとして開発されている。ドイツ連邦軍では G3 の後継として同じメーカーの G36 が採用されているが、こちらの作動機構は AK-47 などと同じ標準的なガス圧作動式となっており、ブローバックではなくなった。これは小銃弾の強力なガス圧を閉鎖機構なしで抑え込むためにローラー遅延式という複雑かつ繊細な構造を 用いた結果、ガスピストン式に比べて重量が重み、また高価で高品質な材料を必要とするようになったことが挙げられる。G3 で採用したローラーロッキング機構は用途、後継によって多くのバリエーションを持つ。これらは3つのウェポンシステムグループに分けられる。また、 G3 の機関部の設計をほぼそのまま流用して QX19mm パラベラム仕様として開発された短期間銃として MP5 シリーズがある。G3 譲りの高い命中精度により短期間銃というカテゴリーの新たな可能性を切り開き多くの軍隊や法執行機関で使用されている。G3G3A3G3A3ZF 再設計モデル HK シリーズ社外、カスタムガン HK33 の民間向けモデル、HK431960 年代、G3 のスケールダウンモデルとして 5.56X45mm、ナトーダンを使用する H&KHK33 が設計された。G3 と同様、HK33 にも様々な派生型が存在する。MP5 は、 G3 をベースとして開発されたサブマシンガンである。ポルトガルのインデップ社が開発したインデップルサは MP5 を切り詰めたようなサブマシンガンである。東京丸イから G3A3、G3A4、HK51、G3SG1、PSG-1、MC51 のほか架空の極端二宿モデルである G3SAS が発売されており、 KSC からは、HK33K、HK33A2, HK33A3, HK53, HK53A2SFPD が発売されている。特記事項があるもの以外は全て電動ガンであり、KSC 製品はエアコッキングガンとしても使用可能。また、2018年に LCT エアソフトより G3A3 が販売された。 MP5 シリーズの遊戯獣については、MP5MP5 の遊戯獣を参照。ありがとうございます。